はい、皆様おはこんこん、どうもソウスケです。ブラックスピリッツ2015ナルミアメイサムライ道パート13やっていきたいと思います。で、今回からクライマックスシリーズ、楽天戦取りたかったんですけどね、楽天戦の登板がやはりなくてね、まあ一気に飛ばしてきました。で、チーム順位はこんな感じだったですね。もう少しやったんですけどね、ギリギリかわされましたね。で、結局こういう個人記録になりました。防御率が 1.75、 これリーグ2位やったんですよね。で、勝率というか勝数が21、最高ですかね。マー君並み、上原並みかな、結構勝てましたね。でね、ということで初戦頑張ってやっていきましょう。あとあれですね、司法絶対的エースまで上り詰めました。ということで頑張っていきましょう。まあね、相手がオリックス打線ということでね、どこまでやっていけるかなって感じなんですけど、まあいけるところまで頑張ってはいきたいんですけどね。まあクライマックスの初戦ですからね、勝つか負けるかでだいぶ変わってくると思うんで、できれば勝利、まあできれば勝利、勝ち負けしかないですから勝たないといけないんですけど、まあできればね3失点以内ぐらいには抑えたいですね。3ね、あれも金子千尋の相手に3点は重いのかって感じですけどね。頑張ってくれることを期待しながら、で相手の打力は相変わらずパーフェクトです。やっていきましょう。うわー、いい成績ですね。100打点18本ホームランで100打点は立派ですよね。とにかく第一戦ですね。この第一戦を取るのは、まあ、全く違うと思います、危ないよ。ホームランを避けたいな。イランホームランを避けたい、イランヒットも避けたいですけど、ヒット打たれるんでね、嫌でも。オッケー、糸井は打ち取れたのは大きい。ホヤノはまあぼちぼちって言った感じの成績ですかね。もうちょっと打ってくれてほしい。まあ、2番で150本ヒット打ってくれたら十分ですかね。好投を見せたいですよね。まあ何はメインもね、その5番手からまあここまでなんとかね上がってきましたよね。だいぶやばい。OK。絶対的エースまでなれないかなと思ったんですけど、5番手スタートやったんでね。打ちました。イデホ。うまい。よし。いいね。ツーアウトまではよろしいよ。クリーンナップが登場します。まあ中島はちょっと怪我してたんかな。途中から出場っぽいですね。101でもそれでも101アンダーですからね。やっぱり。頼りになりますよね。まあどっちかといえばあれですよね。結構気が荒いタイプですよね。やんちゃというか、どちらかといえばね。さあ初回はいい感じだよ。いや、金子千尋も無難な立ち上がりですね。まあね、金子千尋から何点奪えるかって言われたらね、もうそれ多分相当奪えないとは思うんですけどね。まあ、プロスピ最強ですからね、きっとね。オッケー、素晴らしいデホ。デホいいね、今日は調子がいいよ。今日はね、別に雑談とかなしでね、クライマックスシリーズなんで頑張っていきたいかなと思ってます。よし、いやいいね、今日はいいよ、調子がいい。まあ一番調子が良かったのは西武戦やったんですけどね、多分西武戦やったんじゃないかなと思いますね。だからこの動画の1個前かな、めちゃめちゃ調子良かったですね。自分でも分かるぐらい、なんかあんまり打たれ気しなかったですからね。今日はまあそこまでかな、普通ぐらい。落ちる球、魔球フォーク振ってくれるんじゃない、そんな気がする。打ちました。危ねえ危ねえ、バリ伸びていったやん。打球向こうす、クロスファイヤー、どうだ、オッケー、これはサードライナー、いいね、いい立ち上がりだ。さあ点取って、ツーベース打ったけどって感じですね。なやかんやまだ無安打なんですね、成宮。調子いい、調子いいかな、どちらかといえば調子いいですね。ひょっとしたらこの後投手戦が続くかもしれません。やばい、取って、よし、いいとこ守ってるよ中村。さすがですね。
僕伊藤光のね打率も多分やたら打たれてると思います。多分対戦打率4割5割打たれてると思いますね。あまり打ち取られない、なんでしょうねこの差っていうのはね。あと平野とかも多分だいぶ打たれてると思います。僕の動画を結構見てくれてる人は分かってくれると思うんですけど、まあプロスピだけでね100校近くは動画上げたと思うんですけど、平野とかね伊藤、まあオリックスでは1個しか企画やってないんですけど、まあだいぶ打たれてると思いますよ。大谷とかの時もよう打たれましたね。マークの時も多分結構打たれたと思いますよ。マークはよくスピリッツ相手で結構抑えたなってイメージはあるんですけどね。ほら言ったら打たれましたからね。バッターランナーは二塁到達。本当にこんだけ調子が良くても平野には打たれるっていうね。そして次が糸井っていうね。そしてバッターボックスには、うわ、A、打率ホームランのほとんどが得点源で打ってるって厄介ですね。先制点を与えないようにしないといけませんね。スライダー、そうですね、よし、フォークボール。糸井今シーズン得点圏での打率は3割2分9。サークルチェンジ、頼りになるバッターですね。フォークボール、ここも期待できるんじゃないでしょうか。振らないか、スライダー。6球目は何か、まあ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 、ここですね。怖いのでどれだけ抑えれるか。ナイスボール。これではバットが出ません。6球ストライクです。思ったまま見送ります。ストレート、ナイスボール、いいね。フォークボール、ワンボールツーストライク追い込んでいます。完璧な配球だと思うんですけどね。チェンジアップ、あ、左に切れます。これフォークボール、そうにしてくれて助かりましたね。ラッキー、このピンチ、いやラッキー。奪えないですね。金子千尋からヒットすら出ない。回は4回の表、オリックスの、いや3回は結構熱かったですね。バッターは中島。あかん、先ほどの打席はサードゴロに倒れました。3、4、5は抑えたいですね。中地も相当僕やられてますからね。この企画でもホームラン打たれましたしね。そうですね。なんか外に投げたら流され、内に投げたら引っ張られるイメージなんですよね。なんかどこに投げても打たれる感じが僕はしますね。ファール OK。よし、内角にチェンジアップ、これどうだ。よし、オッケー、いいね、いいよ。ブランコは多分ねそれなりに対戦成績僕いいと思います。結構抑えてるんじゃないかなと思いますね。そこまでやられてる感じはしません。まあ、これがフラグにならなければいいんですけど。うわー、もう厳しいな。ほんと振っていいよ。ちょっと甘かったか。チェンジアップ、さあ振ってください。甘い甘い、うわマジか。それ走られたし、追い込んでてボール球になれなかったっていう悔いしか残らない。うまく引っ張られました。いいバッティングされましたね。厄介やな、これの先制のピンチです。これ OK、素晴らしい。次が俊太か。伊藤光と光さんとね、平野さんは行かれるんでね。足立か、足立か。僕足立もあんまり得意じゃないんですよね。よし、 OK、 よかった。 OK、 再三ピンチはなってますけど抑えてますね。いいボール、マジか。点取れないか。それでも結構高騰してると思うんですけどね。そろそろ1点欲しいな。オッケー、ナイスプレー、いいね。さすが本田さん。いや、いいプレーだ。ここ2人がね得意じゃないんで抑えたいですね。内角が得意っていうのはね知ってるんですけどね。外角に投げても打たれるんでね、どこ投げたらええねんって話なんですよね。本当に内角の打率は選手メーカー見た時もすごかったですからね。まあどちらか、外角は打てなさすぎっていうのもあるかもしれませんけど、よっぽど内角が好きなんでしょうね。さばくのがうまいっていうか、坂本さんとかもそうですよね。坂本選手とかも。よし、いいとこが落ちた。さあ出ました、
こいつは打ち取れる気がしません。顎長いくせにね。いやでもやっぱり阪神よりもオリックスの方のユニフォームとか似合ってますよね。スライダーが決まります。結構試合にも出てますしね。やっぱりプレーがいいですもんね。かっこいいという、身長ない人のなんか見本みたいな感じですよね。よし、いいね。 OK、 1点入った。いやでもな、1点じゃ勝てないんだよな。でもよく1点いってくれてましたね。オリックスバファローズ打順よく1番から始まります。でも1点じゃ勝てる気しないねんな。前の打席ではフォアボールを選んでいます。糸井ってこんな走力あるんですね。もうちょっと少ないかなと。完璧な速さですね。振らないよね。さっきは三振じゃなかったですよね。フォアボールか。よし、ショート。今宮、え、おっと送球が取れた。うわマジか。厳しいなそのエラーは。エラーでランナーが出ている。ランナースタート。そして投球して盗塁成功です。辛いなそれは。盗塁を許してしまいました。今宮、まあ、もね警戒してたんでしょうけどね。勘弁してほしいな。落ちるボールで三振してほしい。バッターボックスの小屋、このピンチ。お互いラッキー一つずつ。中地は敬遠した方がいいかな。よし、インサイド打った。オッケー。サードが抑えた。よし。ランナー二塁はそのままです。うわ、めっちゃ怒ってる。あ、足蹴飛ばしてますね。まあこれで少し楽にはなりましたよ、ね。ブランコか。5番が次は怖いバッター。誰？この打席は要注意でしょう、ね。5番誰？そうですね。さあ気をつけていきたい。ブランコが打席に入る。坂口か。どっちも嫌やな。これが初球。うわ危ない。フォークボール。これは入っています。ボールあーストレート。オッケーナイスボール。もうあとはボール球でいいでしょう。ワンボールツーストライクです。右当たりだ。抜けた。セカンドランナー。マジか。ランナーが三塁を回った。失敗。いやーもったいな。バッターランナーは二塁。ここで失投するか。なるみや。バファローズ追いつきました。悔しいな。ここは抑えておきたかったんですが。自分の能力のなさを恨みますね。追い込んだのにいい形で。悔しいな。そうですか。よし。左に切れてファウル。あとは三振狙いましょう。ボールになります。死んじゃう。まあ、もうラッキーラッキー。まあよく同点でしのいだということにしておきましょう。せっかくもらった1点をすぐ台無しにしてしまいましたね。まあタラレバになりますけど、エラーがなかったらっていう話になりますよね。よし、ナイスプレー。 OK。 まあね、まあしょうがないっちゃしょうがない。そこを助けてあげれなかった自分がちょっと失敗ですね。やばい。よし、いいね。よくパーフェクト相手のオリックス打線3安打で抑えてますね。まあ1本は2本ともブランコに行かれてますけどね。今日はブランコに相性が悪い。あとは平野に1本ですか。よし、OK、いい形で三者凡退。さあ1点取ってほしいな。三者連続見逃し三振ってかっこよすぎるでしょ。あ、平野からか。嫌 やな。ここ抑えれたら多分乗っていきますね。小宮山さん、ここ同点での展開、このあたりどのようにも思いますか。勝負どころですからね。攻撃側が乗らせてくれないですか、平野さん。やはりこの後の集中力が必要です。このツーベースは痛い。ベストピッチをあそこに運ばれたらもう言うことないですね。セカンドランナー帰れば勝ち越し。ライト前ヒット。ホークスやってきましたね。嫌なピンチが。厳しいな本当。さあ初球は何か。走ってきた。キャッチャーは二塁へ、ホームへ。んラッキー。ホームはタッチアウト。アホですね平野さん。初球からスタートしましたが、ここラッキー。これラッキーですね。これラッキーと思わないと。見極めました。左へ持っていった。マジで。いやそこのコースそう持っていきますか。セカンドランナーホームイン。ラッキーやったのにな。
完璧に打たれましたね。警戒はしていた相手なんですが、クロスファイアーの A ボールやったと思ったんですけどね、まあ、打たれたのはしゃあない。あとここのピンチをしのぎましょう、うん、でも悔しいな。1点目も2点目もよし、セカンドランナー帰れば追加点、バックホームするレフト前ヒット。あ、ここでまた打たれたブランコ、今日2安打されてるブランコですね。ここゲッツー取りたい。無理かな、そんな甘く入ったらね、そんな甘いくねプロ野球はないですからね。サークルチェンジ、インハイストレート言ったな。フランの回よし、ナイスボール、いいとこから落ちたよ。さあ坂口、いや非常にいい組み立て、お危ない、まあ、ただ次のスライダー、ここは気合を入れ直すくらいの気持ちでいかないといけませんね。チェンジアップ、その警戒すべき、オッケー、ナイスボール、フォーク落としていきましたが、高めからのスライダー、よし、オッケー、そのまま一塁に入って、いいね。まあ1点失ったのは痛いですけど、そうか、点入れへんか。まあ9回もしっかり投げ切りましょう。なんかもったいないですね、1点目も2点目も。なんか言葉が出ませんね、貸したかったな。まあ絶対負けたとはいう保証はないですけど、あと1回で点が入るかって言われるとちょっとうーんって感じですね。いや、なんか責任が大きい気がする。この2点は悔しいな。外のボール打った、よし、いいね、流れよく、うん、最終回行ってもらうことにしましょう、うん、三者凡退でね。まあ別に悪いピッチングでは決してないとは思うんですけどね、なんか勝たせてあげれなかったっていうのはね、うん、ちょっと悲しい。まあこの後さよならツーランとか打ってくれるかもしれないんで見ましょう。ショートゴロ、ショートゴロ、四球いて、くそー、負けたか。さすが金子千尋といったところですか。うーん、2失点で負けか。まあ2連勝してもらうことを期待しましょう。うん、じゃないとね、ここは最終回になっちゃうんで、なんて勝ちを拾うには力足らず、賢くアウトを取るのも大事だぞ。いや、なんか偉そうですね、工藤監督ね。もう少し褒めてくれてもいいんじゃないかなと思いますけどね。まあしょうがない、こればっかりはしょうがないですね。さあ見ましょう、勝ってくれることを期待してね。うん、頼む、よし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 、いよいよ。さあもう一回、いやさすがですね、3点入れてくれるのはさっき、今回はもう3点入れてほしかったですけどね。さ、大隣頑張って。さあどうだ、いけるんじゃない、俺いけそうな気がする。負けた、今回が最終回か。んー、まあしょうがないですね。うん、勝ってほしかったな。ディクソンにやられましたね。まあ今回はね、ファーストステージで終了ということで、うん、まあしょうがないんじゃないかなとは思いますけど、うん、はいどうも。まあね、今回はここの成績を見るだけで終わりたいと思います。うん、いつもね、あの年俸を見るんですけど、年俸変わんないことがもうし分かったんで、もう見ません。さあ成績を見ていきましょう。タイトル、金子千尋が1.17、 すごいですね。で、鳴宮が21勝で、勝率がすごいですね、金子千尋。うん、でホームランはメヒア、打点はなかった、盗塁54が柳田で、189本で柳田、すごいですね。うん、表彰、鳴宮が月間が3回、金子が2回、則本が1回って感じですね。でバッター陣はこんな感じです。ピッチャー陣は雄平がすごいですかね。小川、黒田、岩田、前健、久保、まあ無難な感じですかね。うん、でオールスターはこんな感じです。 MVP は2回とも五十嵐、かっこいいですね。
で最優秀選手は田中健介、へえ、最優秀新人賞は成宮で、最多賞ももらいました。うん、ベストナインもゴールデングラムも金子千尋から奪ってやりましたね。うん、こんな感じです。まあ、細かく見ていくと勝利数は21勝5敗金子千尋は13勝2敗なんや。あんまりちょっと怪我して出遅れたんかな、こんな感じですかね。完封は成宮が8回、完投が14回、これ良かったですね。あと奪三振が295、多かったですね。思ったより取れたんじゃないか。まあもっと多いし、五郎くんはね400個以上取ってましたけどね。まあ五郎くんらしいっていうか、らしさが出たんじゃないかなと思います。でバッターの方は、お、田中健介が3割3分2厘すごいですね。なのに安打は183、うん、まあ打席数が違うんかな。うん、まあそんな感じでした。うん、じゃあ今回の企画はこれにて終了したいと思います。もうファーストステージで負けちゃったのは悔しいんですけど、まあしょうがないですね。うん、いいピッチングもできましたし、自分的には満足かなと思います。まあ今回もね、また漫画のキャラクターを使ってやらせてもらったんですけど、まあ面白いですね。また違う企画でもそういうね、あのダイヤのエースメジャー、まあその辺を使ってね、また何か企画をやりたいなと思ってます。うん、でね、今回はこれぐらいにします。また次回新しい企画をやっていきたいと思います。それではね、ご視聴ありがとうございました。また次回見てくれたら嬉しいです。それではね、ソウスケでした。さようなら。